こんにちは、チョメです。今日は傭兵のこの腕利き物語達人昇格試験をやります。で、この昇格試験が終わったらこのチュートリアルとストーリーを動画の最後にまたプレイ動画として投稿しておきます。そんな感じでやっていきますね。傭兵ルージュと一緒にパーテル大平原西に出現した大草原トーストと、あ、40も使うんだね。コンシー来るんか。かわいいな、なんか。よし、行こう。あ、ちなみに装備はあまり強くないです。まだブラックセットはね、装備してないですね。本当はね、ブラックセットがいいみたいだけどね、傭兵。あ、現時点ではね。あ、もう、投稿時はもうアップデしてるかもしれない。今ね、あれなんだよね。2018年の8月6日に撮ってるんだよね。動画だけ撮って、実況だけして、編集をしてないというね。編集動画がね、毎回溜まるんだよね。それをね、なんとかしないといけないなって思ってる、ほんと。だから生放送だけでいいのかなとか思ってきたんだよね、ほんと。今日ちょっと雑談になってるけど。チョメさん、実況撮るのは好きなんだよね、こうやって。楽しいから。でもね、後から編集したり、動画投稿したりとかするのが、正直、めんどくさいです。あ、赤髪のルージュさんと、最近ますます強くなったチョメと一緒に。うー、ドキドキ、ガクガク。てんてんてん。なあ、コンシー？なんですか？歩き方が悪かったですか？いや、そんなこと一言も言ってないけどさ。あんた、そんなんでよく傭兵になったな。これはなんというか、昔からの夢で、まだ王国兵士の方がいいと思うよ。盾があるから。夢？もう傭兵はもう、あれだよね、切りかかっていくからね、やられる可能性もあるからね。笑ってください。強くなりたかったんです。へえ、いいじゃないか。いえ、ルージュさんのように、最初から強い人には、それこそちっぽけな夢で。んなことないよ、今し。私だって最初は弱くて怖がりだった。へっ。何にも立ち向かえずに怯えて引っ込み思案。そんな自分を変えたくて傭兵になったのさ。ルージュってほんとすげえな。想像つかない。だって筋肉のつき方とかも生まれながらにしてさ、結構差があるでしょ。もちろん最初は後悔がっかりだったよ。そこを乗り越えて傭兵になれたルージュはすごいと思う。傭兵ってのは一人敵に立ち向かう孤独なライフだからね。怖いし、危険だし、誰にも頼れないし、何度もやめようと思ったよ。そうなんだよね。一撃でなんか死にそうになるもんな。そう、それじゃあ、なぜこんなにたくましく、じゃない。あ、強く。ある時気づいたんだよ。ターゲットと待機して、その目を見ている時、ターゲットもまた私を見てる。私がターゲットの動きを観察したり、剣を振ったりするたびに、ターゲットも同じように私のことばかり考えてる。傭兵ってのは自分に立ち向かうライフだってな。自分に負けたくない。だからがむしゃらに馬数を踏んで気づいたら、傭兵っていう生き方に自信を持つようになっていたよ。なるほど。わかったような、わからないような、ちょっとメモしておきます。あ、こんな言葉だけじゃ、何もわかりゃしないさ。とにかく度胸をつけるには考えるより実践。おっと、話が長くなりすぎたな。先を急ぐか。可愛いライムも、ペコも待ってるしな。え、なんでその二人が？あれ、言わなかったっけ？今回は強敵だから。おお、先に二人を向かわせてるんだ。危なくねえか、逆に。え、じゃあ、早く行ってあげないと。危ないよな。と言いつつ、足が進んでないようだね。だって怖いから。普通逆じゃねえか。まあ、傭兵、いいよね。でも、傭兵クエストで、この亀は。これ、硬いからね。傭兵が役に立つでしょ。あと、魔法か。意外と硬いな。ちょっとルージュ使ってみる？待ちわびたよ。そこそこだね。今日そこそこ強いな。200とか。じゃあ、チョメを使ってみるか。あ、同じぐらいか。チョメの方がちょっと強い感じかな。250とかね。これ使ってみる？今週。行こう。お、いいね。積極的やん。じゃあ、行こっか。おったおった。あ、ちょっと防御力が変わる。112か。さっきよりは多分食らうと思うよ、これ。あ、同じぐらいか。ちょっと強くなった感じか。なるほど。で、この左下の箱は最後に開けます。これいい。どうする？今使うべきか。使わないべきか。てか、これ、こっちの方、
ちょっと待って、テンション上げようか。うわ、やべえ、死にかけてんじゃん。マジか、これ開けるわ、じゃあ。びっくりした、傭兵ってこんな感じだからね。はい、キュアエイドとか持ってくればよかったな。作ってるけど。キュアエイドでいっか。120しか回復しねえ。意味ねえな。料理とかの方が良かったかもしれん。ちょっと待って、雑魚敵でこれってことはさ、そこそこ強いかもしれんな。なるべくテンションスキルを貯めといて、最後に一気にやる形でやっていこうかな。よし、オッケー。大丈夫？オッケーね。まあ、敵を倒したらちょっとは回復できるけどね。まだかかる？かかるかー、さ、あ、ペコは強いやつか。カメ、カメ、カメ、どっちを向いても怖いカメばかりですよ。なんとか戦ってきましたが、そろそろ心折れそうですよ。いや、頑張ったと思うよ。ペコはこのまま孤独に倒れるんでしょうか。ああ、寂しすぎて、チョメの幻覚は見えるですよ。いや、ペコ、落ち着いて。このチョメは生だよ、生。生、なんか、発言がちょっといやらしいな。やっと来てくれたのですか、生チョメ。寂しかったですよ。地面に師匠の絵を描いて紛らわしたですよ。あー、わかる。待ってる間さ、床っていうかさ、あの、なんて言うんだろう、砂にさ、あの、似顔絵っていうか絵描いたりとかするもんな。てこ、今しそれは解決方法なのか。あの砂地でね、木の棒とかで。それにしても私の可愛いライムが見当たらないんだが。あー、ライムならもう少し先で待ってるですよ。多分ライムは最後のボスに絡まれてて、この4人で助ける感じになると思います。姉さんの役に立って今度こそ認められるんだ。だってパーティー4人までしか組めないからね。コロコロかけていきましたですよ。なんだって、なんて元気で可愛いでした。行くよチョメコンシー、ライムに会いに。おお、行こう行こう。あのルージさん、目的は変わってませんか。これ使った方がいいのかな、もうテンションスキル。ちょっと貯めとくか一応。みんなテンションが固まっちゃった。ちょっと変えるか。いや、使わないぞ。ちょっと使った方がいいと思うんだけど、最後のボスで一気に倒す感じでいこうかなと思ってる。まあこれはね、ちょっと時間かかるけどね。あとどんぐらいで終わるかっていうのがわかんないからね。その時にテンションがなかったら嫌だからな。時間かかるな、それにしても。よーし。あ、未だにオートにして、オート切るか。オート切った方がいいみたいだよ。一応。よし。いや、大根なのにお前強いな。一応、こんな感じで配給はエイドとか持ってる。ゆで卵もあるから。ゆで卵いいか悪いかわかんないけど。防御がちょっとアップするぐらいか。あ、これも強いんだよな。強いっていうか、防御が高いんだよな。いつもあれがおるからな。ルージュが、ルージュじゃないわ。よし、王国兵士のやつがおるから。名前忘れちゃったな、パートナーなんで。よし。やべえな、これ。回復しようか、そろそろ。そっか、いっつもユエリアがおるからか。こんな感じでちょっと回復して。よし。まあ、本当なら王国アップルとかの方がいいかもしれん。長いな。もうあの、上のやつ開けとこうかな。結構食らってきてるし。うわ、いっぱい出てきたな、これ。あー、もう撃つわ、一回。ちょっと多いわ。また溜まるでしょ。この二人はちょっと残しとこう。これね、右下のテンションっていうところを押せばね、普通にね、テンションスキル使えるんだけど、ちょっと見たいから、普通にね、あの、やりますわ。ちょっと開けとく。あの、キャラチェンジして、ちゃんと見せるスタイルでいこうかなと思ってる。うわ、強いな。まあ、いつものことですよ、ぐだってるのは。よーし。よーし、倒せたかな。もうちょっとか。半分まで溜まったな、いい感じだな。よーし、オッケー。次だろうな、多分。次がボスだ。じゃあちょっと、カバンを開けて、王国アップルでも、やっとこっかな。50しか回復しないけどね。まあ、ないよりはマシでしょ。よし、行こっか。頼むよ。あ、サラがおった。あ、
サラと一緒なら安心かな。教えなさい。ルージュという名前の女傭兵はどこに。だから、チョメと一緒にもうすぐここに来るって。なかなか来ない。あなた嘘をついてたら切る。え、子供だよ。ひえ、ライム子供だぞ。サラ、子供怖いな。ダメだよ、僕以外を。脅したらね。あ、なんだ、じいさんのところのサラじゃないか。私の可愛いライムに剣なんか突きつけて修行中か。ルージュ姉さん。あなたがルージュ？あなたを待ってた。なんで私を？ダイオルにあなたの話を聞いてから、少しあなたのことを調べた。誰からも認められる強くて豪快な女兵士。きっとあなたは私が求める答えを知っている。あなたのそばに置いて。は？いやいやいや、あんたはじいさんの弟子だろ。サラ怖いよな。大丈夫、邪魔にならならない。なんか、ヤンデレ化したら怖いわ、ほんと。それに、私はコロコロした可愛いやつしか育てたくないんだけどな。それってオイラのことひどいよ姉さん。頑張ってコロコロする。サラも何言ってんの。私もついていく。よくわからんが、まあ勝手にした。もう脳筋グループになっちゃったよ。回復薬がいないわ。ところでライム、ターゲットの様子は。はい、大草原トータスはこの先にいました。属性は大地、炎属性の姉さんの剣がよく効くと思います。ふむふむ、よくわかった。こんな危険な場所で一人よくやったなライム。これでオイラを傭兵と認めてくれますか。何言ってんだライム。とっくに一人前の傭兵だ。ね、姉さん感動です。死んじゃる、可愛すぎる傭兵だな。姉さん可愛いな。よし、そろそろボスか。達人にはとりあえず。だんだん厳しくなってくると思うけどね。あ、まだあるんか。もうテンション使ってもよかったかもしれんな。ちょっとどんだけ、どのぐらいで終わるかっていうのが分かんなかったからさ。初見プレイだからね。他の人の動画とかも見てないから、分かんないんだよね、どの辺で来るかっていう。効率プレイしてないからね。効率プレイしてるからね、毎回。プレイ動画やってるからね。この次の次かな。次こそは来るでしょう。よーし。これなるべくみんな集まってほしいな。OK。おー、でもいい感じにテンションが溜まりそうだね。ここで使うのはダメだ。次のボスで一気に使っていきましょう。一気に終わらせたい。せっかく王国アップで飲んだのにな。次はボスと睨んで、ちょっと料理とかも結構作って集めておいた方がいいんだな。効率的いい料理とかもまだ知らないからね。調べてないわ。ちょっとね、とりあえずストーリーとか、クエストとかをのんびりやって、ガチプレイっていうか、そういうのはね、一番最後にやろうかなって思ってる。まあ、実際やるかどうかわかんないけど。あるかな？なさそうだね。じゃあちょっとゆで卵1個食べて、いきましょうか。大丈夫？他のやつらは。大丈夫そうだね。あ、まだあったわ。この次か。なるほど。あ、ここ使いたくなるけど、我慢だ我慢だ。これだったら他の2人のテンションも使っとって大丈夫だったな、多分。溜まってたな。でも硬いな、こいつ。硬い硬い。うわ、結構ダメージ食らうな。前から食らったら。まあ、2回までは蘇れるから。うわ、危ね。ちょっと待って、たげってるじゃん、たげってるやん。キュアイドドンと。タゲってる時は逃げよう。で、他の奴らに任せる。これさ、マルチとかみんなでやったらいいんだけどさ、コンピューターだと逃げたら攻撃してくれるから嫌だよな。タゲっとる時とか。タゲスイッチとかできんのかちょっとな。よーし。オッケー、倒せた。次かな。いきますよ。お、よし、それっぽいところに来たね。すごいな。いた、あれだ、大草原トータス。ひえー、なんか強そうだね。うぎゃー。でかすぎる。まさに大草原をその背中に背負ったような存在感。今週うるさい。それ以上騒ぐなら、またかよ。切るんだね。わかってるじゃない。亀も怖いけど、サラも怖いよ。サラの方が怖いだろ。おー、立派な甲羅だな。生半可な腕じゃ少しの傷も与えられやしないだろうね。こんな強敵を前にしてやっぱりチョメは
縦一つ、眉か。眉一つ動かさないか。あはは、やっぱりあんたは大物だ。チョメの成長が早いのはきっとそのおかげだな。どういうことですか？初めて目を見た時に思ったんだ。こいつ相手が何であろうと臆せず戦うやつだって。新人の頃から、まあな。ルージュさんに羨ましがられるチョメ、羨ましい。チョメ、あんたにこの背中を預けるよ。あの、最古の甲羅を傭兵の魂とも言える体験で潰してやろうじゃないか。さあ、行くよ。よし、じゃあどんどん技使っていこうね。大草原トーストスね。これね、ミスったらあかんから、こうやって行くでしょう。何人おる敵？ここでテンションや。これね、キャラ変えなくてもいいけど、キャラ変えてみせますわ。ここで使うか。これ、ね、行くよ。大丈夫。おお、いいね、いいね。これね、本当は変えなくていいんだよ。ちょっと動画的にね、変えて一個やってるだけだからね。あれ？ちょっと待ってくれ。コンシーからやった方が良かったのか。コンシー攻撃スキルじゃなかったっぽいな。どうなったんだ？ちょっと後で動画を見直そう。これザコから倒した方がいいんかな？マルチだったらボスから倒すけどさ。なんか決まってる感じで。決まってはないけど、なんかみんなボスから倒すよね。時間がもったいないから。マルチって強いよな、みんな、ほんと。強い人が俺、特に白根使いの人。フルスイングだ。ほら、攻めるぜ。半分か。お、いいね。テンションが溜まった。てか、ちょっと待ってくれ。ちょっと回復しよっか。ちょっと、お前ら、ちょっと離れろ。ちょっと回復するぞ。ちょっと、ゆで卵ちゃんをあげるか。よし、こうだ、こう。よし、行くぜ。まあ、こんな感じでね、離れるもいいからね。真正面はダメだ。投げ払い強くね、ちょっとフルスイング。みんなおるから。危ね。あ、これはダメだな。防御力が上がってるから。なんかどんどん来るな、この敵。やっぱボスから倒そう。召喚が自動でされるんかもしれない、時間が経ったら。どん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 来るわ。意味ないわ。これ右下のところを押せば、こうやって来るからね。振り絞る勇気。攻撃力アップ。あ、やばい、死んじゃう。大丈夫、当たってる？あ、死んじゃった。え、今技使えた？ちゃんと使えたかな？ちょっと不安なんだけど。切り替わったような気がする。あと1回か。あ、今がチャンスだ。おい、みんなで攻撃しよう。この亀を攻撃するんだ。あ、なんとかでも達人にはなれそうだね。うだってるけど。これマルチで死んだ時とか、あれやかな。傭兵向いてないかもしれないな。カリウドやっぱり最初からやっとけばよかったな。で、後々、カリウドだけはちょっと調べちゃったんだけど、クエストの内容は見てないけど、毒の矢が強いみたいだね。あの武器とかも。だから最初からそっちの方でやれば。おー、やべえ、死んじゃう。これがチョメさんクオリティや。倒せた。ギリギリだった。あっはっは、大勝利だ。いやー、この爽快感があるから傭兵っていうのはやめられないね。まあ、レベルが上がってから一気にやった方がいいな、他の職業。チョメ、あんたもいい戦いだったよ。本当に戦ってる時も焦った顔一つ見せやがらない。面白いやつだよ、チョメは。やっぱりルージュ強い。すごい迫力。あ、僕役に立ってたかな？なんか夢中になって気がついたら終わってたんだけど。こんなのでいいのかなと。いいんだよ、コンシー。それもバスーってもうさ。いくらビビってたって、最後まで立ってたやつが勝つ。てんてんてん。そうか。怖がってもビビってもいいのかな？コンシ、いつかあんたなりの傭兵らしさってやつを見つけられればいいね。コンシーなりの傭兵らしさ？サラ、あんたにも言ってるんだよ。あんたの言うこと全部が傭兵ってライフの正解じゃないさ。自分で自分の傭兵を見つけてこらんよ。てんてんてん。ま、堅苦しいことはさておいて。帰って祝杯だよ。やった。達人になんとかなれた。ちょっとカリウド雇った方がいいんかな。でもカリウド修正来そうなんだよな。最終的にはなんか傭兵で削るって感じになると思うんだけどね。よーし。
いいね。右下、何？亀の甲羅だった。普通だった。達人昇格試験、クリア。まあ今は達人までか。まあとりあえずのんびり投稿して、いい感じにアップデートが来たらいいなって感じでやっていこっか。こんなのんびりしたグダグダな実況って珍しいでしょ、逆に。ね、逆に珍しいと思わない？みんな効率プレイとか、役に立つ情報とかさ、みんなが見たくなるような動画投稿してみんなすごいよね、ほんと。じいさん戻ったよ。いや、聞いてくれよ、チョメが。やっぱ面白いやつでさ。あ、麦ジュースあるかい？喉乾いたね。かー。帰ってきて早々うるさいやつじゃ。今週、成果を報告せよ。あ、チョメは大草原トーツトスを見事打ち破りました。昇格試験は文句なしに合格だかと思われます。そうかそうか、まあ心配はしておらんかったが。というか今週、なんだか心なしかキリッとしておらんか？え、そうかな？そうかも。あ、でも今、いや、まだ全然。一瞬傭兵らしい雰囲気を感じたんじゃが、今週は今週じゃな？てんてんてん。なあ、麦ジュースないのか？もう限界なんだけど。私は先に酒場で一杯やってるよ。それじゃあ、チョメ、また一緒に戦えることを楽しみにしてるよ。飲み比べも受けて立つからな。マジか。こう、男気溢れるな。あ、待って、待ちなさい。なんか今の使い方は違うかもしれんけどな。あ、待って。サラが麦ジュースを飲むと、誰これ構わず切りたがって大変なこと。いや、それは大変だ。今週を止めに行くんじゃ。は、はいっしょ。今週も怖いんだな。あ、今週じゃないわ。それじゃあ、チョメ、またね。やれやれ。てんてんてん。さら事件を起こしそうだよな、ほんと。達人の傭兵、チョメ。お主もとうとうここまで来たか。てんてんてん。聞こえんかったか？つまりじゃ。これよりお主を達人の傭兵と認める。ちょ、うなずくようよ、たまには。なんか前までうなずいてたじゃん。ライセンスランクアップ。達人。これまだ次は解放されてないんだよね。わしが知る中でも結構すごい技を使える。使いこなしてみせよ。コンボ攻撃を増えた。やったぜ。ヘビスウィングを覚えた。いつもより長くチャージすることで使える強力な技。強くなったお主には、より強力な武器が必要になるだろう。このアイテムを使って新たな武器を手に入れるといい。スターコインをもらった。後でプレゼントボックスに送られる。マジか。アップデートされたら使おう。以前、お主に、わしのように雰囲気のある傭兵になれ。傭兵というのは、孤島のライフ。と伝えたが、結果は違ったな。チョメはチョメらしい雰囲気を持ち、不周囲にたくさんの人が溢れる立派な傭兵になった。感染不快の、いや、干渉しじめてるのは年のせい。生涯現役。わしもお主もまだ道の途中。これを忘れず、さらに高みを目指すのじゃ、チョメ。傭兵腕利きの物語。福田家。最古の甲羅。クリア。最も硬い甲羅ね。よーし。じゃあ今回の実況はここで終わり。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。このね、ライフの物語の、お、なにこれ。続きがあった。では失礼しまーす。